そう。お仲間からね。部屋でも熟睡してるかもしれない。はい、まあそういうことでですね、まあ、この5章全体を見ながらねやっていきますけども、まあ、第2時間目はこの創造論のね、説理論あたりをやって、最後の3時間目を、まあ、15章16章ねやれたらなというか。でまあ、創造の教理を学ぶ理由ねということですけども、133ページですね見ますとですね、まあ、注意深く創造の教理を学ぶことにはいくつか理由があるとね。第一に聖書がそのことに大きな意味を認めている、ね、聖書のまさに最初の記述は初めに神が天と地を創造したと、ね、いうことから始まっています、ね、でまた聖書の最後の黙示録はねこの新しい天と地についての記述があるね、まあ創造で始まるんですね、まあ、新天新地で、まあ、終わっているというね、いうことですね、で第二に創造の教理はですね今日まで教会の信仰の重要な部分であった、ねすなわちその教えと説教の極めて重要な側面ですね。人信者の第一項は我は天地の作り主全能の地なる神を信じて、まあ、始まっているね、いうことですね。まあ、聖書そして、教会の信仰ね、で第3にですね創造の教理に関する理解は他の教理諸教理の理解に及ぼす影響の上に重要であるね。だから私の福音理解でですね、まあ、神論から上の階に進んでいくわけですけども、ね、やっぱりこの創造の教理がですね緩くとですね、他の教理もですね、大きな変化がもたらされるね、いうことが言えると思うんですね。私たちの救いもまあねイエス様を信じて新しい創造物になるというね、そういう視点がありますからね。創造の教理というのはですね、まあ、聖書のにおける福音理解の、まあ、根幹中の、まあ、根幹であるということが言えるんですね。そして、まあ、第4に創造の教理は他の宗教や世界観からキリスト教区別のに役立つんですね。他の宗教とですね大きなですねそのの、まあ、相違性を明らかにする部分でもあるね。第5に創造の教理に関する研究はキリスト教と、まあ、自然科学の対話の論点の一つとなる可能性を秘めているね。まあ本当にこのキリスト教とですね、まあ、自然科学というのはですね、このいろんな議論のですね、歴史を経てきたと、ねまあ、最近ではですね、20世紀においては進化論に関わる大論争が、まあ、あったということですね、まあ、これはまだ続いている部分があると思います。ただまあこの進化論、まあ、生物学の領域もですね、まあ、20世紀の初期と現在と比べたらですね、まあ、本当にまあものすごいこの情報の爆発というかね、まあ、研究データがどんどんいろいろ出てきていてですね、また新たな対応を教会も迫られていると、ねまあ、カトリックなんかではもう教皇がですね、この進化論を、まあ、
聖書の経緯と両立するものとして、まあ、認知しての生命を出しているというかね、そういう事柄もありますね。マックイン派ではまだそこまでちょっとね、いけないわけなんですけど、6番はですね、6番目にこの点に関してもキリスト教会のうちにはですね、いろいろ不一致が存在しているね。まあリベラル派と、まあ、ファンダメンタルの立場における論争はですね、進化論対創造論という、ね、大規模なものだったんですね。でまあ、エリクソンなんかは、まあ、どっちか言ったら、まあ、その中間的なですね、全身的創造論というね、形で、まあ、地質学においても45億年地球のですね、で宇宙の天文学的な年数も140億年といいますかね、地球は45、誕生史が45億年で、またその中でのまあ進化論まではいかないんですけども、最初のまあ創造、そうですね、神様が完成品としてそれぞれ種類ごとにその年代に合わせて創造されてきたようなね、そういうふうな、まあ、妥協案的な、まあ、ある面で重要な創造っていうね、まあ、刑事と科学との、まあ、まあ、玉虫色の、まあ、決着のような解釈を、まあ、提示しているというふうなところはあると思いますね。でまあ創造論というといろいろまあ記述されますけども、まあ一番まあ興味深いところといいますかは147ページからですね、少しまあ丁寧にまあですね、まあこの創造の教理とですね、科学との関係ですね。この間、まあ、シンポジウムでも、まあ、取り扱ったんですけど、まあ、30分だったのでね、まあ、ごく一面的な切り口だけで、まあ、コリンズの視点を、まあ、紹介したというね。そしてまた今の時代の福音派の多様化現象というかね、の紹介ぐらいで終わったんですね。で、私たちの立場は、まあ、まあ、真ん中よりも保守的で、まあ、ヤングアッセスの人もあるかも分かりませんけども、まあ、福音派としては結構、まあ、まあ、オールドアッセスというかね、あるいは全身的創造論というか、こうエリクソン的なスタンスに、まあ、なってきているんじゃないかなというふうにですね、まあ、本なんかも紹介しながらですね。で、まあ、今回は、まあ、レポートの課題もにも出してますのでね、まあ、ついでにこう、まあ、資料というか、これは東京キリスト教大学の、まあ、西先生が、まあ、エリクソンなんかのをベースにね、創世記一章の創造の日に関する、まあ、解釈についてね、こんなこういうふうに多様な解釈がこんにちはあるんだ、まあ、エリクソンの、まあ、書いてることを、まあ、もう少しこう詳しくしたようなね、内容なので、これは非常に、まあ、参考になるかなというかね、まあ、私が結論を押し付けるわけにいかないのでね、まあ、これも、まあ、キリスト教会の中でも出てない結論ということもあります。皆さん一人一人が、まあ、その、まあ、心を広く、ね、広げてね、施策を広げてその中で、絞っていくというね、そういう、まあ、レポートをしていただけたらと思いますね。で、まあ、この最初はですね、まあ、テキストを拾いながら行きますけども、科学とキリスト教との間ではかなり長い間衝突の歴史が続いているんですね。まあ、これはまあ既に言いますように、まあ、特別啓示としての、まあ、キリスト教の、まあ、からのスタンスとですね、被造物世界ですね、神様のもう一つの書物であるですね、被造物世界の、まあ、言ったら、まあ、実証的な、ね、研究ですよね。
科学というのはですね、客観的に検証されたものから、まあ、学問を形成していくということがありますからね。その中ではですね、まあ、両者ともに、まあ、発展途上ですね、聖書解釈においても、まあ、非造物世界の研究においてもね。だから、まあ、私は今後いろいろ、まあ、考えていく中でですね、やはりこう聖書ね、聖書ね、まあ、聖書もですね、まあ、ある面で言ったら66冊の図書館ね、のようなね、いろんな書物が入っていますしですね、で創世記ね、に関して言ってもですね、創世記の物語ね、この一章から三章のね、創造と堕落ね、ね、例えばカインからですね、のこのね、バベルの塔ね、ノアの塔バベル、そしてまあ十二章からね、創世記十二章からね、五章ね、読書たちのまあね、この中でもまあやはりこの書物としてこのね、かなりですね、こうまあそれがどういう前に至る文章でありですね、それはね、いかなる文章であるのか、ねね、そしてその文章はですね、このいかなる時代にこのね、書かれたのか、ね、でどういう前に至る著者によって書かれたのか、ね、そしてその著者はですね、いかなる意図と目的を持って書いたのかというね、そういう前に至ったら、まあ、エリクソンの中、まあ、時代性とか目的性とかね、からまあ言ったら文書の識別性、そしてこのメッセージを汲み取るという感じですけどね、まあ、その辺がですね、まあ、この辺りではですね、まあ、明確に突き止められないというところがね、結構ある、まあ、創世記文書のですね、企業学的研究とかいろいろ調べていまして、もいろんな説がありましてね、まあ、最終的な決着はこれ難しい領域だなと思いますね。まあ、そういう中でこの、まあ、いろんな、まあ、創造物語に関してはね、これまで言いましたように、ね、大まかに分けて4つぐらいね、まあまあ、極端に時期通りとってですね、1日は、ね、24時間、ね、そして、天地創造は紀元の4004年、ね、まあ、アッシャー主教のようなね、まあ、研究もありますし、ね、これはまあヤング、ね、アース説、ね、若い地球説ね、神様は全知全能の方だからね、別に7日間24時間で天地創造するわけがない、ね、で45億年経ってるようにね、地質学では見えるじゃない、45億年と見えるように1日で作られた、宇宙は140億年、ね、光を計算すると、ね、経ってる、そうのように見えるように宇宙を作られたんだと言ったらですね、まあまあ、幼子の信仰から言われて、ね、まあ、そうかなというね、そうとも取れるとね、いう、まあ、立場もあると思うんですね。で、オールドアース説ですね。これはまあ、こっちがまあ大体ファンダメンタルのね、極端な時期主義ですね。こちらはエヴァンジェリカルね、もう少しこう学問を取るタイプね、まあ、エリクソンね、それから、まあ今日、まあ、いくつか持ってきたこの中なんかではですね、こういう、このヒューロスという人の本がね、いろいろご覧いただいてますけども、いや、
やはり、まあ、地質学の年代と、まあね、だから、まあまあ、もうちょっと、まあ、あの天文学でも、まあ、天動説の、ね、クリスチャンの人は、まあ、ほとんどいないと思うんですけども、ね、地球が回っているとね、それと同じように地質学でもですね、まあまあよまあ、もう45億年ぐらい経ってるだろうなというふうな、ね、形で地質学と、まあ、の対話が、ね、調和を図る、ね、まあ、まあ、ヒューロス、ねね、まあ、とかね、あれは、まあ、あの西光先生がそうだと思いますけどね、まあ、そういう、まあ、日本語で、まあ、この辺りの文献というかね、資料が、まあ、ね、増えてきてるね。こちらは、まあ、地質学ね。地質学との、まあ、対話ね。対話というか、まあ、調和ね。を図っているね。で、まあ、これは、まあ、まあ、神学者ね、神学を軸にしてね、でこちらはまあわりかしこうね、そのままという面ではまあ幼子のような、まあ、あの信仰のスタンスというかもなんですね。もちろんもちろん神学者もいますし、まあ、科学者でまあこの立場のもういないわけではないと思うんですけど、まあ、あまりちょっと相手にされてないというね感じがちょっとしますね。で、まあ、創造科学とか、まあ、あのね、創造科学ね、あるいは、まあ、ID ね、インテリジェントデザインとかね、そういうようなね動きもまああります。まあこの辺りについても本がね図書室にまあ何とか入れてもらっているので、ね、また読んでもらってますね。で、まあ、このシンポジウム紹介したのは、まあ、フランシス・コリンですね。まあ、彼は、まあ、生物学者ですけども、まあ、生物学ね、生物学の、まあ、データ、ね、を、まあ、信憑性のあるものとしてですね、まあ、有神論的、まあ、進化論ね、大体、まあ、クリスチャンとしてですね、生きつつ、まあ、一流の、まあ、言ったら、そういう、まあ、科学者の場合、大体、まあ、コリンズに言わせれば、まあ、この立場の人がほとんどである。しかし、あまり、まあ、そのことを、言わないと、ね。というのは、まあ、無神論的な進化、まあ、そういう、まあ、科学者からしたらですね、軽蔑、そういう視点というのは、これでも軽蔑されるしね。そして、まあ、保守的な立場からしたら、してもですね、白い目で見られるというね。まあ、公にどんどんそういうことを語ってもですね、まあ、あまりいいことがないということで、ね、まあ、沈黙している科学者が非常に多いというね、そういうことが書いてますよね。まあ、そういう面で、コリンズという人は、まあ、良心的な人かなというね、そういう、こう、まあ、科学者、ね、の、としての視点を軸にしてね、聖書との、まあ、対話、ね、調和を考えるというね、まあ、軸が違う、ね。そして、まあ、ランドン・ギルキーね、ギルキー。これは、まあ、エリクソンもちょっと紹介しますけどね。あるいは、ホーキング・ホーンね。この人はポキゴンの本を本当にたくさん今翻訳されていましてね、まあ、日本語でも、まあ、5冊以上ですね、まあ、10冊弱ぐらいに翻訳の本が、ね、たくさんあるんですね。でランドン・ギルキーの本はですね、まだ丁寧に読んでないんですけど、こういう、まあ、天と地の、まあ、創造者ということで、ね、
まあ、あの彼のまあ特徴というのはですね、この辺りの特徴というのは、まあ、前も言いましたように神学はですね、神学は、まあ、あのなぜ、ね、why、ね、神様はこの宇宙を作られたのかというね、そういうまあ理由、ね、とか意味をね解き明かす、説明するね。で科学はですね、この神様が作られた世界をどのようなどのようにしてね、この作られたのかね、客観的なあのデータを探求するね、役割がね、役割分担がこう明確ね、とはまあ、あそんな対話させる必要はないというね感じがちょっとしますよね。この科学的なところ神学から口出してね、ここはこうちゃうんか、これは科学が間違ってるとかね、進化の間違ってるとかね、そんなもうあのしなくていいというね、まあそういう感じね、この辺りはまあ 対話させるというかね、パートナーシップというかね、まあそういう面でこうあのこういろいろ幅が出てね。でまあ、 書いてありますように、あのね、最初はですね、まあキリスト教と、まあ、科学ね、キリスト教会ねと、まあ、18世紀後の科学的な進展の中ではね、この最初はこのね、天文学ね、天文学ね、これにおいて、まあ、天動説が地動説に移り変わるね、今日はその本持ってきてませんけどもね、それでも地球は動いているという、まあ、そういう本がありますね。ラジオガリューとかね、宗教裁判でそれをやっぱり撤回しないと、まあ、まあ、まあ、刑罰を受けるというかね、昔はよく、まあ、火炙りの刑にさせられてましたよね。まあ、そういう面で大変なこと で彼はまあ一応撤回したわけですね。しかし、まあ、その裁判かさっていて、それでもな、まあ、地球は回っていると言ってつぶやいたというね、そういう面白い逸話があったんですよね。でこのまあね、次は地質図学ね、でこれもまあ長いことこういろいろね議論がありましたけども、やはりこの、まあ、放射能のね、岩石の、まあ、放射能の量の、まあ、測定ですか、半減期というのがあります、まあ、それがでですね、ものすごく客観的なデータが集まるようになる、ね、でまあ地球の年代が大体まあね、地球ね、の年代は、まあ、大体45億年、ね、まあ、科学者の間では、まあ、ほぼ一致している、ね、それから、まあ、ハッブルのね、まあ、望遠鏡というのがありますけども、ハッブルという人が銀河系のね、星からの、まあ、いたら距離を計算する、ね、どれだけ計算するか言ったらですね、ちょうど、まあ、警察がスピード違反の車を捕まえるときに使う原理と一緒だそうですね。そしたらどう言いますか、その光のね、なんか測定したらですね、大体時間がね、宇宙ね、宇宙の年代ね、宇宙の年代はですね、大体140億年ね、まあ、それまではですね、宇宙というのは今の状態が永遠に続いているというね、定常宇宙というね、定まって常に定まっている宇宙という、だからもう天地創造なんてもう馬鹿げた神話だというね、こういう感じ。しかしですね、このハッブルの発見によってですね、このどう言いますか、宇宙はですね、なんか一つの点から無限にこうね、
高速で広がっているということを、まあ、言ったら光のね、あの測定から客観的に、まあ、証明したんですね。でそれを逆算するとですね、その最初に大きな爆発があって散らばっているのでそこに集結したらですね、一点に、まあ、戻るというね、これがビッグバン理論というね。だから今から100年ほど前にあのそういうことが言われ始めてですね、このビッグバン理論というのが、まあ、これまでの宇宙観というものをです、ね、ガラッと変えてしまったというですね。でこ の,、まあ、あの関係でですね、私の資料にもちょっと書いてますけれども、ね、まあ、不可知論者といいますか、そんな宇宙のね、最初は分からへん、ね、そういう、まあ、人たち、学者が多かったわけですよね。そういう人たちもですね、あ、宇宙には始まりがあったと、ね、いうことをこの疑う人は少なくなった、ね、少なくなったわけなしにですね、この宇宙の始まりというものがあったということを考えるときにですね、それを遡っていくとですね、まあ言ったらあのね、一点ビッグバンね、大きな爆発ね、ビッグバン理論ね、ね、でまああのね、この神様がね、光ありと言われたね、でこの言葉はですね。このビッグバン理論の重ね合わせてね、まあクリスチャンでは ないけどもですね、この前あの資料の中にも出てますけども、で面白いこと言ってますよね、ロバート・ジャストローというですね、まああの NASA であの宇宙の働きをしている科学者はね、まあ、クリスチャンではないんですけどもね、誰が宇宙を作ったかという日本語で翻訳されている本ですね、ビッグバンが実際に起こったとすると、それ以前に何があったのか、そして誰がビッグバンを引き起こしたのかという疑問が出てくるね。これほど科学の世界の限界を思い知らせる現象は他にない、ね、ビッグバン理論が神学にもたらした意義も分かりしない、宇宙は全く何もないところから神が創造されたとする伝統的な信仰にとって、これは感動的な結果なんですね。今までバカにされてきたわけですよね。で科学の探求がですね、このなんかそういう始まりがあったというね、そういう聖書のまあ言ったらあの信仰を立証するようなね、この助けをしてしまう、ね、こう考えて幾の年にからかつて不可知論者であったのにすっかり神学的な物言いをするような科学者は一人や二人で、ね、ジャストローというんですけどね、現時点では科学には想像の奥義を明らかにすることは決してできないように見える、ね、それ以上進めないわけですね。で理性の力という信仰によって生きてきた科学者でこの物語の結末は悪夢のようなね、無知の山ね、このどう言いますか、未知と言ってるんですね。山をいくつも登るですね。だん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 こう客観のデータでね、宇宙のまあ言ったら研究ね進めてきた。でついに最高峰征服が目前になったね。エベレスト登頂ですかね、K2登頂ですかね、目前になったね。やっとの思いで最後の岩によじ登るとですね、科学者を待っていたのは何世紀もの間そこに座っていた、この座していた神学者たちだったのだからね。このね、宇宙の始まりは、ね、どうであるね、神学者たち、まあ、神がねそれをね作られたという論じてね、そういう、まあ、あの世界ですよね。そこに前で科学者もですね、あの行き着いてしまったということですよね。だからまあ神学者と科学者を近づけようと考えている人では、宇宙の起源に関する最近の発見にはですね、総合理解を深めるようなものが多くあるね。だからまあ科学の進展がですね、まあ言ったら私たちの前だ福音理解ね、ね、神学とのまあ対話をね、まあ促進しているというね、そういう面がある。だから私なんかはすみません、進化論の問題は私もよく分かんないんですけども、あのどう言いますか、そういう生物学のですね、そういう DNA とか遺伝のまあ遺伝学の研究とか DNA とか、ね、
もっともっとこれからね、もっとあの激しいスピードで研究が進むと思います、ね、そして iPS 細胞とかね、まあ、いたらこのなんていうかこうクローン の臓器のね、この形成とかね、もうこういう自分の細胞を取ってですね、あの登録しといたら、まあ、いたら胃がんになったりやなんやこういろいろですね、だったらその